実学園高校の新井翔です。お願いします。そうですね、まあ、全中優勝してから、まあ、正直入学はどこにしようか迷ってたんですけど、まあ顧問の先生の後押しがあって、まあ、実践学園高校に入るって希望して、で、まあ、正直まあ、あんまり自分としてはうまくいけなかった3年間だったかなっていうのがあって、まあ、例えば最後のウィンターだったり、あとは、まあ、自分が高1だった時のウィンターカップだったり、まあ、いい結果が残せなかったので、まあ、ちょっと悔いが残る3年間だったのかなっていうのが、まあ、結構印象強いですね。そうですね、まあ、自分の最後の大会っていうのもあったんで、まあ、なんだろう、もちろん上を目指していってたんですけど、まあ、結果は初戦敗退となっちゃったので、まあ、悔しいっていう思いが強いけど、でもまあこの辛かった3年間の思いを、まあ、その試合でぶつけれたかなっていうのが、まあ、悔しいけどできたかなって感じ、はい、そうですね、まあ、今高校の顧問である高橋先生には一回も他の高校に行くって言ったんですよ。実は県外に行こうかなって思ってたんですけど、でもやっぱよく考えてみたら自分が思い切ってできるとこだったり、あとは、まあ、環境にも慣れてたっていうのもあったんで、まあ、そこで一からじゃなくもう思いっきりやれる環境があったから、まあ、そこにしようっていう決断にはなりましたね。高2ぐらいで自分がもう本当にぶっちゃけスランプっていうのになったんですよ、実は。で、もう結構長いぐらいスランプっていうのになってて、でも高3ぐらいまで結構長引いてた時があって、でそこでのなんだろう、気持ちの弱さだったりっていうのを自分で分かることができたし、あとは自分でそのなんだろう、自分のダメなとこを改善するっていう、なんかそういう力をつけることができたっていうのが、まあ、ここの高校に入って結構自分の力でなんとかできるっていう力をつけることができたかなと思います。一番は自分のなんだっけ、自分の持ち味のシュート力っていうので、もう本当にスリーポイントとか打ってもほとんどエアボールだったんですよ、実は。っていうぐらい、なんかもう気持ちがなんだろう、落ち込んで下に行っていっちゃってっていう時期が結構長く続いちゃってっていうのがあったんですよ。自分が点取らなきゃいけないですけど、もう全然20点も取れない、10点も取れないぐらい、もうひどい時があったっていう話です。なんだろう、もうスランプになった時ってもう本当になんだろう、他のことが考えられないぐらい、もうバスケでことでも頭がいっぱいで、
で、まあ、インターハイ予選ぐらいで、もう、他のことを考えようっていうか、なんだろう。休憩、なんだろうな。もうほとんどもオフなしでずっとスランプで慌ててた状態だったんで、まあ一回体休めようってなって、まあリフレッシュしたりっていうのを結構多めにとったら、まあ少しずつ体の、なんて言うんだろうな。ちょっとダメだった部分も抜けていって、まあインターハイ予選の決勝ぐらいには治ったかなって感じです。多分、理想が高すぎて、そういうスランプになったりするのかなって、なんか気づいたかなって感じです。もっと上のレベルでのプレーができるっていう、まあ、考えになっていってたので、まあ個人のプレーで、もっと点決めれるだったり、もっとシュート決めれるっていう、理想が高すぎたっていうがために、まあ、そういう、なんだろう、シュートをただ一本落としただけで落ち込んじゃったりっていうのが続いて、そういうスランプになっちゃったのかなっていうのは感じました。それ、本当にでかくて、スランプの時に、まあ、インターハイ予選の大会でもう本当に3ピリまで本当に5点ぐらいしか取れなかったんですよ、自分が。でそれでもう気持ち落ち込んじゃって、でもうやばいってなった時にチームメイトがもうすごい自分に声かけてくれてっていうのが、それがもうなんだろう、めっちゃもう来たんですよ、自分の中で。でもそれで試合中泣いちゃって、実は。なんだろう、本当にスランプの時期きつすぎて、自分の中で。っていうので、まあチームメイトの存在はでかいかなと思います。落としてもいいからどんどん打ってだったり、本当に些細なことだったんですけど、それだけでも気持ちが揺らいじゃって、もう、すごいな。それで本当に泣いちゃったんですよね。試合終わった後とかも。勝ったんですけど。まあ自分なりに結構、そこで結構直せていけたかなっていうのがありました。あのスランプが来るまでは、本当にメンタルがもう弱すぎて、だったんで、そのスランプが乗り越えられた時は、もう、まあ少しはメンタル強くはなってたなって思います。自分の中で。まあみんなっていうのはもちろんなんですけど、まあ一番だとやっぱ10番わかります、あの山本誠っているんですけど、俺がシュートまでいけない時にアシストすると毎回そこにいたりとか、あとはなんだろう、リバウンドも仕事もしっかりしたりっていうのが、まあ、存在がチームの中でも大きい存在で、まあ、なんだろう、中学の時から、自分の、なんだろう、トリッキーなパスだったり、合わせが一番多かった選手だったので、そこが大きいかなって思います。中学の時までは、もう自分が点取るだけに、もう必死でやってたんですけど、高校じゃやっぱ点取ることだけじゃやっぱなんだろう、厳しい場面が増えてくるっていうのを高1の時点でもう学べたんで、もうそっからはパスだったり味方へのアシストっていうのをどんどん学んでいきたいと思って、そっから結構プレースタイルが変わったりっていうのが、結構高2の時ぐらいからありました。結構その時に見てた選手は、あの、まあ、NBA の選手なんですけど、クリス・ポール選手で、もう点取ろうと思えば取れるじゃないですか。でもうパスも、なんだろう、パスすればもう味方がドフリーですごい打ちやすいパスをしたりっていうのが、すごい自分の中でなんだろう、
今の自分に足りないとこが あって真似したいなって思って選手だったので、そうですね、その時は結構意識してやってましたね。はい、まあ大堀の順平とかはもうやっぱその世代の中だとまあ印象強いっていうか、まあウインターの時もそうだったんですけど、いやその洛南のよりだったり、もう中学から仲良かったんで、一緒に高校の時に一回やりたいねって言ってたんですけど、まあできなく終わっちゃったんで、で、まあ、そこ、その二人ですかね、はい。まあ、普通にいいなーって思って見てましたね。やっぱもう全中の優勝と、そのまあ高校での優勝はやっぱ違うと思うんで、だから、その優勝した大堀のチームはすげえなって思いますね。青山学院、はい、これからのまあ目標はまず大学でスタメンを取って試合に出て、でその後はまあ B リーグで活躍をして、でまあ自分の夢としてあるのがアメリカでプレーをすることなので、その夢に向かってもう何だろう、毎日妥協せず自分なりに、夢に向かって頑張っていきたいと思います。